通知来ましたね。来ましたね。では今夜もよろしくお願いします。始めていきます。はい。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、最近ちょっと私の親戚に不幸が結構ありまして、もうドッタバッタドッタバッタしておりますが、もうね、なんか疲れ果てました。いい加減。2ヶ月、この2ヶ月ぐらいでも結構3人ぐらい亡くなったので、もう、なんせ急、みんな急っていうね。うん。まあ病気絡みなんですけど、ほとんど。お盆前って大体そういうこと起こりがちなんで、はい、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、はい、まあ、お悔やみ申し上げますということで。うん。もうしょうがないってしか言えないね。うん。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch.@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲は、木山商店で、修羅酔いです。どうぞ。なんか最近もう膝が痛くてしょうもないんですよ、私。大丈夫ですか？病院行きたいんですけど、行く暇がなくて今。なんか熱持ったりしてます？熱若干あるかなって感じ。だから水溜まってないかなと思って。ちょっと炎症してるかもしれないですね。うん。僕は昨日久々にアイススケートをしてましたけど。おう。いや、しんどかった。あれ、ずっとスクワットしてるようなもんなの。ああ、そっかそっか。トレーニングを兼ねて、うんうんうん、きつい滑り方をしてるようだし、ね。ああ。地面から足離さないで体重移動だけで進むんですよ。あれ一番きついです。きついきつい。もう一周するだけでもぜいぜいします。もう足パンパンだし。確かに。今年全頭いけるかな。もう全頭行く気満々でいるけど。今年は全頭は僕は見回り班です。ああ、大変。でも花火見れるんじゃない？花火はそうですね。特等席で見れますね。いいな。あの、青少年センターから見れるので、一番目の前ですよ。野球場で上がるんで。ああ、いいな。何回か動画撮ったことありますけど。おお。うん、これを流すって決めてたけど、頭の中からもこれしか流れてなかったっていうね。あ、埼玉の子さんありがとう。ちょっと待ちね。
か今週、先週から今週にかけてずっとバッタだな、私。考えてみたら。今日も京都って、あの、南部に親戚回り行ったんで。どったばったしてるな。はぁ、お盆か、掃除しないとな。私は一応、なんだっけ、仏壇の掃除は済ませました。七夕の葉っぱ掃除は済ませました。ああ。はい、じゃあ、行きます。お聞きいただいたのは、木山商店で修羅酔いでした。では、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、お盆、旧盆です。というのも、オンエア日の8月、18日は、旧盆のウークイっていうことなので、今回はこのテーマにいたしました。はい。はい。あのお盆で私思いつくのはいつもあれなんです。あの親戚周り、うん、あれが一番まあなんと大変大変なんですよね。そうですね。そう。なんせ南部やら中部やら北部やらいっぱいいるのでうちの親戚、うん。その辺僕は中部で固まってるからまだいいですけど、親の代わりに行くので。そう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 。そうなんですよね。キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。埼玉の郷さん、サッチーキャンチー、こんばんサッチー。こんばんサッチー。リクカイクーさん、キャンさん、こんばんみ、あたしはよ。あたしはよ。フリーダムラジオ、あった、ワッチーさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。ムサシさん、サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんわっしょい。こんばんわっしょい。祝日山の日のラジオ収録&生配信お疲れ様です。先日はキャス生配信、お疲れ様でしたと来てます。そうなんです。私個人的な、あの、キャス配信で、武蔵さん来てくれました。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。先週ダイナミック琉球が流れ、爆上がりになったさ、沖縄大好きですと来ております。そう。それは良かったです。埼玉の郷さん、日中はよ、沖縄店行ってから、スマホのバッテリー充電切れてさ、しかも電車移動はモバイル、スイカだったから、あまりスマホ触れんかったと来てます。あ、それは大変だ。モバイルスイカ。沖縄大好きさん。僕も旧暦の、七夕にお墓掃除済ませましたと来てますね。カープボイさんも来ております。サチさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワン、オリンピックがやっと終わった。確かにロスですよ、もう。ロス。もうすでにロス？もうロスですよ。まあでも、今回すごかったですね。結構ね、すごかったですね。メダル獲得ランキング3位です。おー。東京に続いて。すごいすごい。自国開催でもない。確かにそうだ。自国開催のフランスに勝ってますからね。すげえ。埼玉の郷さん、今日は山の日の振り休だよ。武蔵さんって来てます。確かに今日は振り返り休日ですね、うん。昨日が山の日ですね。昨日が山の日ですね。メールの方が来てますので、紹介したいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、お盆。今ではありませんが、お盆になると、毎年おばあの家に集まって、三枚肉やごぼう、かまぼこ、豆腐などなどの沖縄料理や、砂糖餅などお供えした後によく食べました。食べた後は、青年会の映写を見に行きましたよ、と来てますね。私、あれですね、この、なんていう、X の、なんだっけ、ポストをわざと上げたんですけど、このググったやつを、
あのお供え物のやつとして、はい、私が一番今好きなのは三枚肉なんですよキャンさんは豚アレルギーだから食べれないっていうね僕も大好物なんだけどねキャンさんちなみにあのこの、はい、オードブルとかを吸盆でお供えするやつ何が好きです？あと揚げ豆腐が好きですね。あ、揚げ豆腐。僕豆腐大好きで。おお。だからそのままもう揚げ豆腐なんかちょっと食感もあるじゃないですか。あるあるある。だから大好きですね。ああ、ちょっと塩かかってるくらいがいいです。確かに。埼玉の郷さんが豚アレルギーのキャンチどんまいって辛いんですよ本当に。確かにそうだよね、大好物ですからね、フリーダム、ラジオアットワッチーさん、お盆ですが13日から15日までの3日間です。今年もお線香とお供え物を供えます。お袋がこの世を去ってか5年目のお盆です。それにしてもお盆に合わせるかのように暑さが勝つなどほどほどすごいと来てます。まあ勝つてないほど、勝つてないほどすごいと。確かにお盆の時期って大体暑いですもんね。どうにもならないこれには。まあ沖縄はあの新暦のお盆じゃなくて旧暦のお盆なので、あのこの年によってまた違うんですよね。はい。で、今回、新暦のお盆とかなり近いですね。かなり近いです。今が新暦のお盆ですからね。そうそうそう。で、その、一週間しないうちに旧盆が。旧盆が来る。珍しいタイミング。うん、グッと。陸海空さん、お盆、旧盆、サッチーはお盆と旧盆、どっちが好きですか？俺は、盆、旧盆の女が好きです。なんだそりゃ。お盆、旧盆が好きなんですね。らしいですよ。カーブボイさん、お盆はご先祖様が内地はキュウリでうまく買って、ナスで作って返すけど、沖縄はサトウキビで杖ついて歩いて帰るよね。スパルタだなって。確かに、確かに言えてる。乗り物作ってあげる、本土式と。沖縄、杖だけ持たしてあげるよって思いました。確かにスパルタだ。沖縄だけかな。I am スパルタ確かに。次はもう。確かに言えてる。メールの方に戻りたいと思います。サッチー、キャンチー、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。埼玉のゴーです。ありがとうございます。テーマのお盆、旧盆。お盆は母親の実家に親戚一同集まってから、お墓参りしてから食事。今年から、転職したので、15日は仕事なので、終わり次第行く感じかな。旧盆は沖縄に帰れないので、年末年始かな。例年なら、道順で見たり、旧盆でワイフのご先祖様を夜遅くに送ったりしますね。昨日ワイフが、読谷の親戚にお中元送りましたと来ております。うん。確かに、あれですからね、旧盆イコールエイサーみたいな感じですからね、今。いやもうあちこちエイサーの音聞こえますよ。聞こえるね。練習してます、みんな。してる、してる。頑張れ。でも、この時間からだったらなんとかいけると思うんですけど、3時、4時からのスタートだったたらもう熱中症とか今年半端ないんじゃないですかね。対策してください皆さん。対策しながらまあ応援するなりしてください。はい、以前は僕はその暑そうな皆さんを、はい、涼しい涼しい事務所から監視カメラで監視してました。監視カメラで。みんな暑そうだなって思う。20代の頃過ごしてましたけど。あー、なるほど。はい、私、青年会入りなかったんだけどな。でも、親戚がやっぱり、お父さん方金なので、さすがに、実家が金というのを困って、さすがに青年会は入れないってことで、断念しましたけどね。あ、僕は青年会には入ってないですけどね。あ、そうなんだ。事務所というのは、その、陸上競技場。あ、そういうことか。なるほど。声でずっと見て。なるほど。はい。
ワッチーさんが、今年は16から18なんですね。ちなみに、来年は9月4日から6日だそうです。沖縄の旧盆。はいや、来年ののがもう分かってしまったという。来年はもう、遅めですね。遅めですね。びっくりした。まあ、でも、平年、だいたいそれぐらいで感じしますけどね。だいたい8月の末とかが多いですよ、ね。末か9月の初旬かぐらいですね。うんうん、9月2週目までいったら、遅っってなります、ね。なるなるなる。埼玉のごさん、今日都内での沖縄店では行くお店のうちなんちゅの方々に、旧盆前の忙しい中に来てくれてありがとうございますって言ってたよ。まあ、行くつもりの場所の方だったけどって来てます。うん。うん。カープボーイさん、僕の頃は青年会はなかったな。エイサー保存会狙っていた。最近は、なんか復活してるみたいだけど、と来てます。お復活してるんだったらいいことじゃないですか？まあ、地域によってはなくなったりとかありますからね。ありますからね。なんか、へしきや青年会が怪しいとか、保存会になるとか、なんとかっていう話が今出てますよね。はい、ああ、へしきやは残ってほしい。ああ、じゃあもう結構古いですからね。はい、あっちと、やっけな。やけな。パーランクですよね。パーランク、やけなもパーランク。あっちで、あの、やけなで、私のいとこになるのかなが、あの、なんて言うんだろう。お酒を担ぐのがあるじゃないですか。はい。あの、やけなって、二人でなんかお酒の、あの、樽ですか？樽を担いでやったりするんですけど、あれ、担いでましたよ。同じ年の、あの、いとこが。いとこ、うん、多分いとこ。で、このいとこのお兄ちゃんが、やけな青年会で、全島にも出てます。うん。何年前だろうな。10年ぐらい前の話だけど。そう、出てるんですよ。だから、やけなとか結構見てるけど、うん、最近の X のとか、あと、なんだかな、LINE とかの情報で、へしきや危うしってきてるからびっくりしましたね。うん。まあ、亡くなる青年会もあれば、復活する青年会もあれば。まあ、うちの地元宮里も復活しましたからね。ですね。あれ40数年ぶりぐらい。あ、そうなんだ。はい。へぇ。ね、確かね、LINE の情報によりますと、はい、東の青年会が、今年は4日間回るみたいで、道巡礼。道巡礼。うん。なかなか回りますね。広いから、ね、意外に、東も。はい。濃くいろいろありますからね、うん。あるある。だから、結構回るなぁと思って、今年。ああ、宮津ともなんか、警備の依頼来てたな。来てたんだ。へえって、へえって、やる気しねえ、みたいな。あの、いや、時間あったから、この、今。ああ、あ、なるほど。家のことがはっきりしないと、あの、行ける、行けないも言えない。ああ、なるほどね。はい、私はもう、今年は、あれだな、お盆は、うん。ウークイまで休みないです。仕事自体が。お疲れ様です。旦那の陸海空さん、旗持ちしてた時に、ラストの公民館前で、やっけーしーじゃに旗奪われて、やなしーじゃやーって思ったなーって来てます。ああ、言ってた。あの、公民館の前で、ちょうどラストの、なんか、等身同意かなんかの時に、あの、旗奪われて、俺は今まで何してたんだーっていうことになった。だって言ってましたね。美味しいとこだけ持ってかれて。美味しいとこだけ持ってかれて、旦那の陸海空さん、アファーしてたらしいですよ。今までずっと持っちゃったんだ。うん。やなやっけしじゃやって。毎年これ、お盆のたんびに言われますね。カープボーイさん、エイサーを追いかけなくても、勝手にうちの前に来るから、その時にだけ見ようかな、笑い、と来てます。でも家の前に来るんだったらいいんじゃないですね。うん。逆に便利だよ。私、お盆の時は必ずエイサーどっか追っかけますね。
どこかしらを。なので、実家が美里、まあ今は違うところなんですけど、美里のところにいたときは、車、結局私が持つので、好き勝手に行きなさいみたいな。あんたも、なんか、親にエイサーバカって言われてました。いやー、でも、エイサーいいんですよね。いい。うん。埼玉の郷さん、ごめん、ザンクラサイダー、炭酸割りプラスシークワーサー切ってから入れてた、何の話って。こっちのセリフじゃん。飲んでるね。飲んでるね、埼玉の郷さん。いいなぁ。お酒飲みたい。出し物飲みたい。酒焼けし、酒焼けしてるみたいな声になってますけど。私も今喉カラカラです。今日起きた瞬間に、水ってなりました。あれじゃない、クーラーのせいじゃないの、いびきかいてるんですね。あー、疲れてるんだ。マスクして寝ようかな。疲れてるんだ、はい、しょうがないね。私ちなみに何言おうとした、陸海空さん俺も酒飲みたいって。いや、あなたはノンアルでいいじゃないか。ノンアルでいいじゃないか。ノンアル、今美味しいのいっぱいありますよ。あるよ。ウイスキーもあるんですよ。あ、そうなの？ウイスキーはハイボール。ノンアルの？ノンアルのハイボール。ハイボール？はい。いろいろあるみたいですよ。だって。ノンアルのワインもありますしね。あ、ノンアルワインは聞いたことある。私、ノンアルのカクテルが好きだな。カクテルでいいですよね。うん。埼玉の子さん、リクさんにも、アルコール消毒をって。ダメダメ、すべちゃダメ。ダメダメ。今頑張ってるところなんだから。だって、週に一度は飲んでますけどね。いや、飲んでるじゃないですか、じゃあ。ずーっとノンアルではないんですよ。週に1回、2回ぐらいはお酒飲んでますよ。週に1回飲めるならいいと思いますよ。僕も週に1回しか飲まないですからね。うん。私、2週間に1回がいい方かな。飲んでると。でも、その週に1回飲むときの量で怒られますね。あー、結構な量飲むから？ワイン1本。おー、結構飲むじゃないですか。まあでも、全然、余裕。余裕って。ワイン1本は余裕なんですけどね。沖縄大好きさん、体内アルコール消毒、割らずに、体内のアルコール消毒。カープボーイさん、キャンさんの場合は、火がつくようなお酒飲む、火がつくようなお酒飲むんでしょ？笑いって。それは、まあ、お店行った時ですかね。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、ま、ちょっと待ってください。なんだっけって一瞬。珍しく珍しく珍しく、はい。ちょっと待って、ちょっと待って。何だったっけ、何だったっけかな、お盆の次だよな。お盆の次だよな。何だっけな。ぶっちゃけ言うと、ちゃんと書いてあるんですけどね。はい、いいですよ。はい、お願いします。来週のテーマは、オードブルは作る派？買う派？ほう。です。ちょうどお盆の翌週なので、はい、皆さんに、オードブルは買ったのか、それとも作ったのか、でちょっと聞こうと思いますよ。これは今、多分一番タイムリーな話題だと思います。タイムリーですね。はい。分かれると思います。分かれますね。アンケートを一回取ってみたいなと思うな、逆に。カープボーイさん、ちょっと待ってって。沖縄大好きさん、オードブル作る派買う派、そう、作る派買う派で来週は取りたいと思います。アンケート取れたら一番いいけどな。取ってみたいような気もするけど。オードブル食べる派です。ああ、そこ。そこ。食べる派です。私も食べる派ですよ。もちろん、もちろん。もちろんですよ。あと1分。一分あるかないかぐらいですかね。一分ぐらい、はい。私、作ったことないな、今まで。あ、そうなんですね。そう。全部買ってますね。だって、私、今まで、あれだもん、
親戚近地回って食べまくってたんだもん。いや、それもそれで大変ですけどね。太るっていうね。お盆太りするっていうね。だけじゃなくて、量も量で、まあ食べれないよって時に勧められたりもする。そうそうそう、するする。いや、もう、僕は20代の時、今よりも細かったんで。ああ。もう無理って状態でも、もうガンガン食べさせられる。うんうんうん、あんた細いから食べなさいって。私は今日親戚に、あんたはこのままでいいよって言われました。はい、ということでお時間です。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はさっちーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。オードブルのエビフレイは僕のもの。なんでよや。なんでよや。今日沖縄店でアンツバさんのおかげで、南大東の酒造のコルコル、コルコルのパウンドケーキを買ったら、アンツバさんの話したらさ、南大東のトウモロコシもらったの。今食べてるのって。コルコル。そんなのが南大東にあるんだね。南大東今大変らしいですよね。どういうこと？ガソリンないらしいです。そこ。大変なってる。島全体でガソリン切らしてる。あ、いやな。ラム酒。ラム酒。ラム酒ね、飲んでみたいもんだな。ラム酒。ラム酒、イエラムとかも有名ですよね。あー、なんかそういう系があるね。私はもう、お盆はお盆とって、自分の家のやつもやらないといけないし、旦那の陸海空さんの実家になるのか、向こうは。にもお呼ばれしてるので行かないといけない。うん、ワッチーさんが FM ギヌワンのスタジオでオードブルパーティーやったら最高だね。2時間貸し切り状態でって。キャンボとしても呼ばないといけないじゃん。なれちゃって。もこもこもとしくんは、うんうん、オードブルっていうコンビですからね。あ、そっか。そっかそっか。だったね。あいつ同じキャンなんだよな。同じキャンなんだよな、あいつ。まったくもう。私は、あれだな、オードブル。どうしようかな、今年オードブル頼もうかな。家のがわからん。家のがわからん。ワンデイのテーマで今日、餃子だから食べたくなってる。メカさんとも、林さんの話もだい。ああ、エビフライは俺のもの。痛風なれ笑い。なんでよや。伊勢エビが食べたい。伊勢エビね。伊勢エビね、いいよね。私はエビフライが食べたいかな、今。ビッグハートで伊勢エビを食べたい。なぜにビッグハート？あのステーキでしょうか。あは、あは、そういうことか。最近行ってないな。ビッグハートはなかなか行かないな。家の近くなのに。近いですもんね。三郷にありますからね。あるあるある。近いから行かないですよね。逆にね。逆に行かないよね。あとなんかちょっと高級なイメージあるんだよな。ああ、確かに。四季もあれだけど。いつも混んでますからね、あっち。ビッグハート？ビッグハート。なんか行くたびに駐車場止められなさそうだなと思いながら見てる。そうなんですよ。だから、歩いていくのが一番さ、あっちゃった。確かに。あ、忘れないうちに、キャンさん、業務連絡数って、あさっての20時、僕収録なので、確認したいことがあって、後で、あ、後ほどメッセージしますって。あ、お願いします。あさってなんだ、沖縄大好きさん。じゃあ止めますね。はい、また来週。お疲れ様でした。